続いて5 6年生です箱根駅伝はっていうこちらの文章ですね箱根駅伝ね皆さん見ましたかね私はね全然見なかったんですけどどうだったかなちょっと結果だけ見てみようかと思います <laughs> はいえー、ではこちらです真ん中にちょっと線をねこう引いてみます えー、竹冠ですけど、ちょっと2つ目のこちらが大きく、大きくっていうかね、ちょっと上に持ってくるような感じ、あの、まっすぐ横に並んでるっていうか、こうしてこう、来たら、次がね、少し上からこう来てあげて、こういう風に横にこう引くときに少し上狙っていくような感じにすると、 ここがこういうふうに自然にね、いきますので。でそれから、ここなんですけど、わかるかなこことここ、同じように隙間が空くように、ここをギュッとこういう感じで入れて、しっかり入れて、こうですね。こういうところをおろそかにしないようにしましょう。そしたら次、えっ、ー、とね、 こういう感じで持ってくるといいんですけど、これは結構右に寄っちゃう人も多いと思います。あんまり寄りすぎない、あの、こちらね。ここの書き出し位置のちょっと見ときましょうね、よくね。で、こう、どんですね。ちょっと、削ればよかったかな。 さすがにこれだと太いかもしれない56年生えー、っとまあ書ければいいんですけど結構だんだん字も小さくなってきますしね今ね12年生の方から順番に書いちゃってるんですねそうするとちょっと丸すぎてもしかしたら書きにくいかなーっていうのもありますけどそうギリギリでしょうかちょっとな,なるべくちょっと寝かせるようにして書いてます そう鉛筆ってね、意外とね、あの、調整効くんですよ。だからこう、横は細くて縦が太いとかね。こういうのは、やりやすい。そう。ただちょっと詰めた、詰めて書かなきゃいけないところとかで、そのちょっとした感覚がね、あの、 難しい調整そこが難しかったりするんですけどこういうところがだから少し幅がねできちゃいますかねそう「箱ね、駅伝」えちょっと一気に書いちゃってますここ この動きとか見てもらってここには関数字の2がありますよねでんという字ねこれ難しいかもしれないこういうところの持って行き方この合わせ方ここに隙間を作ることここにねそ,うそれからこれの場合はまあだいたいここがこう揃ってくるといいですねこういう下のラインこれはこことここ揃ってくれたら、まあ、ここ上がってていいです ここ下下がってくるような感じはですね「世界へ向けた」入るかなえー、世界の背はこう下から来てまず真ん中です書き順結構違う子多いので気をつけてくださいね んこんな感じにして、キュッキュッって持ってくるようなイメージにします。貝。貝は、これもキュッキュッってしてますね。ここの田んぼの田です。あもうちょっとこれ、長い。うーん。どのくらいこうして、こちらをこういう感じで、 これ左右ってあった時にこれ右をやっぱりこう下げてきた方がいいかなって思ったりするんですけどこれの字の場合はまだ最後があるんですよねこれに対してほらこういう風にこれが一番長くなるとこなのでこの子がね頑張って下がってこようって思わなくていいですよちょっとこう上がり調子なままで世界へ 剥けるという字です。えー、こういうとこふわーっと持ってきたらいいでしょうね。こういうところ、ここね、少し下が狭いかなっていう感じがしますけど、ここ見てください。ここと、ここが今これほら2倍ぐらいあるんですよ、下の部分ね。そうになってると綺麗ですね。これギリギリかな。ね、ギリギリでしたね。 ここういういところの調整があ,のあまり今度丸すぎるとね難しいなってとこです。向けた向けたまはまずしっかり入れてからちょっとふわってしてからキュッと締めますね。ラは こうしといて、意外とな、あの両方長いような感じ、ぎゅっぎゅって感じですね。で、そうは、点の向きこっち向きにして、ここに気質しっかり入れるといいですよ。こう入れといて、スッと持っていくような、これがあると、あの、間違えられないですね。で、運は、それに対したら、こう。 まず点の向きこうですよね。そこからストンって落ちればいいです。ここからストンって落ちてきて、こ、ここの気質をしっかり入れて。カタカナは、あの、漢字のように気質しっかり入れていいので、ちょっと親戚ぐらいな感じだと思ってください。ひらがなはね、柔らかくっていうところなんですけど、ああ、この行入らないかもしれないな。 ちょっとこうやって見た時にほらこんなにズレがあるでしょうってなった時にどこかで縮めなきゃいけないなって思ってください今すぐ隣に置いてるんですね手本をそうするとねほらズレに気づくことができるじゃないですかもう今の時点でこことここでちょっとズレがきてるのでただこのねこの行結構辛 いいんですよもう初めからこうギリギリな感じなのでなるべくずれないように書こうとは知ってますうんちょっと小さめに行くしかないかなって感じですもう字と字の間を狭くするとかねうん 少しずつやるしかないですが、どうでしょうね。選手。ちょっと小さいような気がする。へー。育成。いつもこの真ん中のラインはね、見ときましょう。こういう風に揃ってるといいですね。育成。 よくできたなっって今思っちゃいました自分で <laughs> ちょっとね太かったから育成こういうとこ立てといてこうですねでゅーっと持ってきてこっからのこうしてこううんああいけるかもしれないよかったよかった。 クセとしでうん始めうんこんな辺こういう感じですここはギュッと反ってますよねこの反りをしっかりやってこれを下の方から ギュッとこう上がってくるように、そうすると辺はねかっこよく描けるようになります。うん。はじめギリギリでしたね。東京箱根間を走ります。東京えっ、ー、とちょっと上がる線と。 あ、ちょっと真ん中の線が下に落ちてきちゃいましたね。もうちょっと上が良かったなぁ。表情的にちょっとなんか暗い感じになっちゃいましたけど。下向いてる人みたいですよね。なんとなくほら真ん中って目の位置みたいな感じじゃないですか。そう。はい。東京って書くとき、ここね、揃えるようにしてください。年賀状ね、皆さん書きましたかね。 東京都なんちゃらなんちゃらとかね。よく書きますね。えー、東京、発行ね。また、あの、竹川り来ましたので。少しこう上がっていくっていうところですね。それからさっき言った、ここ、左側しっかりでといてください。こういうところ。 右側ねあのちょっと長めですよ。ここねこうしてここがあれかな難しいですかねこの角度。 この角度の描き方を少し隣に書いときましょうか。2回目だけど。うーん、ここね。まず、ここにあったら、トントンってきますね。ここから、こういう感じでちょっとギュッとしてください。ここギュッと入れて、こういう感じで、大きいですよね。ここの角度。 この角度を大きめにしておいて、次は、この辺から横にこういってるんですよ。こういって、こう。こういう感じです。こうね。間、間という字ですね。ああ、またこの混み合った字を書くのに。丸すぎる鉛筆。 少しそういう時はしょうがないのでちょっと立て立,立てて使うとちょうどここ尖ってるとこがね使えたりしますのでほらちょっと立てるだけでもこんなに細い線が出るんですよここはむしろ太くてよかったよねこう太くしといてここですよここで立てなきゃここねどんどん。ほらねこういうとこかけるこういうとこね 骨根間を走ります。1、2、3。え、こういうところしっかり付け根を見せて。4、5。次は結構上です。こういうとこね、下に下がらないように。しっかり入れて6。で、ストーン、7。 まあすはいギリギリでしたうん小学校5年生。 6年生はいこんな感じです。